やっちゃったら好きになっちゃうじゃん。もう7、8人とやった一緒でも割と上手だよアピールアピール。いや、TikTok 10万万すごいね。ありがとうございます。なんか増えた。これは動画っぽくなんか、なんか増えた。はい、お疲れ様です。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 本日ですね、まあ、先ほどミッチーのをドッキリに仕掛けようというドッキリして、はい、あんなお酒が盛り上がったんでカメラもう一本回そうってことで、はい、今動画回します。はい、で、まあ、一見モデル2人が正義がひどいから超絶、超絶超絶な正義だからちょっとこの正義をじゃあ動画に1本押さえましょうっていうことで、インスタグラマーとティックトッカーの正義、俺が全部公開しまーす。イエーイ。待って待って、リュウジ君の人はテンション低くいや、視聴者の皆さん、カメラ回ってないのでテンション上がってましたかインスタ教えてもらっちゃった何、交換したの、インスタ交換。インスタ交換しちゃったおい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 、これもう絶対編集でカットすんなよここがカットすんなよ。こいつは好感度上げすぎだろ。上げすぎって。え、なになに、実際にじゃあさ、本当にそのモデルみたいな子たちってこれはっきり聞きたいんですけど、え、何エッチすんの。エッチ、いや普通にするでしょ人間ですすんの。でもやっぱモテるでしょ。そんなことないね。いや、まこちゃんはモテる。いや、こっちが。いや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 、あのね、めっちゃ長い、めっちゃ長い、めっちゃ長い。月にじゃあ何回エッチ誘われる。お断りも入れて。トータル、トータル、トータル。月何回エッチ。でも私、引きこもりなんで、あの出会える場所に行かないですよ。でも、ストックは、俺聞いたぞ。え、なになに、引きこもってねえやん。ブルンブルンパッパッパ。ええ、あ、ブルンパッパ。皆さん、TikTok 見てください。12万フォロー、3ヶ月で12万フォロワーになったことは相当エグいやつ出しとるよ。桜井瑠衣です。桜井瑠衣です。番宣ばっかか。感染者ですよ。じゃあ、じゃあ、じゃあ、感染者に聞くわ。じゃあ、ショーから。うわうわ、まあ、彼女おると思うんだけど、まあ、彼女はできとして、まあ、ももちゃん、瑠衣ちゃんおるじゃん。やれる、やれない、どっち。全然やれます。全然やれるってなんだ。なんで上からなの。普通にやらしてください。ごめんなさい、ちょっと上から。やらしていただきたい。やらしていただきたい。ちょっと丁寧。じゃあ好感、好感度持っとる。じゃあデイジー落とすか。はい、視聴者の皆さん、視聴者の皆さん、俺をさ、バカにするのはいいよ。だけどごめん、金持ってんだ。お前らに金持ってんだ。金集めたぞ。金集めたぞ。まあ言っとくけど、お小遣い渡しっから俺。これ使うな、これ使うな。ほんとこいつ好感高いよね、視聴者の皆さん。え、女の子ファン多いんですよ。あ、男のファンが多いけど、まあ、視聴者の皆さん、こいつインスタでこちょこちょやっとるよ。あ、フォロワーでこちょこちょやっとるよ。これはいかんでしょ。怒られる。なになに。え、自分の女に。それはいかんでしょ。だから僕ファンとこちょこちょするやつダメだと思って。お前だろそれ。もう毎回テレビ出ましたよ。おい、使うなよ。毎回テレビ出ましたよ。お前だろ。違うんですよ、テレビ電話したいって言うから。面接しよう、面接しよう、面接します。いや、僕に言ったことは違う。いや、僕に言ったことはあいつ、とりあえず女の子の顔見て喋りたいっすよね。そうそう、俺で、違うくないじゃん。じゃあやりましょう。いや、今日違うんですよ、僕の企画じゃないんで。はい、彼女たちの企画なんで。でもあれ、ドッキリの時もなんかテレビ電話したいってさ、DM で聞いた。言ってた。ね、ね、何回更新するの。新規顧客。新規顧客。アナロ新規顧客。そのまま一発、そのまま夜でもさ、あの、まあ酔っ払って、あ、この人たらいいかなとかあるわけじゃん。女として、二人とも。そら、何もなくてもね。お金うんぬんじゃなくて、あ、これだったらいいかなってエッチがあって、まあ、年に何回新規とやるかな。俺その知りで、美女が。でも私もともと地元からこっちに来て、来たんですよ。地元石川なんですよ。で、石川県。はい、で1年半前ぐらいに名古屋に来て、うん、うん、で、もう7、8人とやった
一週間前に名古屋にいて。え、1年半前から。あ、1年半前に名古屋来たの。あ、そうです。7、8人1年半だから、2ヶ月に1回。あ、もう連れ込んだ。それってどういう人？あ、お金持ってる系なのか。いや、持ってない人です。あ、もうそういう、こうやって普通に飲んで若い子とかでも。全然なんか、もうそういう出会いのところに行って、もうなんか間クラブとかどこで出会うの。バーとか出会ってバーとか、クラブが多いですね。うん、名古屋って7人で、どういう系だったの？なんか、じゃあ私は好きになった人が本当その時に好きになった。じゃあ、あの、やっちゃったら好きになっちゃうじゃん。かわいい。まあまあ、スコールだね。やっちゃったら好きになっちゃうじゃん。私はそういうタイプ。ダメなんだけど、ダメなんだけど、やっちゃったらね、好きになっちゃう。逆に建設系とか、俺らみたいな、このやんちゃくれみたいな、その建設系で、中卒で、ちょっとワンパクで、なんかちょっと、ガツガツ来る人はいないです。体育会系みたいな。あ、まあ、ないんだ。多分皆さんと逆パターン。あ、ガボガちゃんとずっと。どこまで喋っていいの？彼氏はでもいないでしょ。まあ彼氏はいないです。まあ運命の人に出会ったこともあるかもしれない。何なんかワンナイトはしたくないです。いやじゃあそこはする可能性もあるじゃん。だって俺めっちゃ長い彼女、本当に俺その日に会ってその日にエッチしたこと長かった。なんかそれは嫌かな。ちょっと一日挟んでいいかな。なんかスパン短っ。スパン短い一日挟んで。俺も思ったろ。いやでもリアルに会った、それは一日だけ挟んで、で、まあちょっと酔いが覚めて、まあメールして、今日は僕がシャイクロあんまりガツガツ来られるのは優しく来いよ。そう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 、だからこっち。ああ、そうですよ。こっちみたいな。いや、言ってますけど。え、実際どう？いや、もう実際はめっちゃ聞いてます。ガツガツ行く。全然来ないです。嘘つけよ、お前。嘘です。ショウとリュウジのガツガツなんか、俺とテレのガツガツじゃないな。知れてるよ。いや、あいつは本当に優しい。逆に性癖教えてください。性癖ですか？別にないです。それはつまらない。ないですけど、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 つまらないな。少々皆さん、まあ多分顔入れた。こいつね、誰も聞いてないところね、一人で。めっちゃ嬉しいじゃん、こいつ。やばかったよ。かわいい、かわいい。そんな顔してない。じゃあ、一回りーちゃんで、これ、シャワシャワ。あ、じゃあ、座ってよ。あ、いやいや、座ってよ。りーちゃんも、この間。いい？じゃあ、この間入ってよ。でも、嫌だ、ここ。やばい、やばい。お前、俺の人、坊さんも超幸せなんだ。やばい、やばい。やっぱ、男がいてほしいです、ここに。あ、いや、いいけど、いいけど。肖像画。でもね、翔くん、かっこいいんだ。え、顔、え、この中だったら、この人言って、お前年下じゃない。え、そうなんですか。いくつですか。25です。いや、上、私同いです。あー、私23だから。ここが1。リージ見て、視聴者の皆さん、こいつの悲しい顔。いいよ、僕、体験できます。考える人になったなんか、プーさんみたい。あ、でもリュウジよりショウの方が好み。どっちが好み？岡本ちゃんは誰が好み？いや、私あの、いつも動画で。いや、それは動画できるでしょ。動画できるんですよ。動画できるじゃない。俺ら話喜びますから、いつのは。え、いつなの？あ、そんでもミッチー OK。 マジか、マジか。良かったね。またドッキリじゃない。やめなさいよ。普通に目細い人やつタイプ。マジ？そんな、ええ、ほんとなの。全員目なんかめっちゃおかしかった。マジで？せんべいかみたいな。ありえるなりか。車でちょっと
喋って。あーでも一発やりたいって言ってよ。そこまで言わんかった本当に言った、うん、そこまで言わんかった。あミッチだったらいいなはい、そうでしょ。ミッチとガチでガチ言ってない。マジか、そこまで言ってない。じゃあ、俺が騙されるからちゃんと言って。いやガチ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 、これが車で言った。ガチガチっすね。いや、今もガチガチになってますからね。本当にか、ガチガチになってますね。ガチガチガチ。いや、でもやから系が好きなの。やから系が好き。ガチで作るやから系が好き。何いつもやん。いつもやん。何も見えてない。見えてる、みんな見えてる。進化よみたいな。進化あざっすよ。進化がありました。いやいや、視聴者の皆さん、こいつコメントを褒められてるから、まあ、これぐらいへこまんでもいいと思うよ。え、そこそんな好感度上がってるんですね。いや、待って、こいつ喋らんの。喋ったら、ふーたん。めちゃくちゃ動画の中だぞ、まだ。ふーたんみたいなもん。隣に呼んだら、うちらキャバ嬢なんですよ。え、じゃあ、スミッチーさんとかに行きたい。おー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 じゃあ僕いや、やっぱ勝負だとかいいんじゃん。可愛いって。あー、が多いよね。まあ、そうだね、ルイちゃんの可愛い系の顔の人が多い。可愛い感じを。確かにミッチーよりミッチーの真逆が多い。ごめんなさい、ごめんなさい、ミッチーごめんなさい。こんな可愛い子ね、こんなおっぱいでかくてこんな可愛い子が石川県から来て7人と1年半でエッチしたらしいの。これ使える。あ、いいですよ、ガチでいいです。ガチでいいっすよ。この7人とエッチしてほしいの。じゃあ視聴者の皆さん、俺が頑張って聞くから。あ、まあ大体7、8人、大体7、8人。じゃあ1人目からいくよ。じゃあ1人目、どんな人でしたか。あ、妻子持ちです。もうその人のことがね、好きすぎるから、好きになった人が好きだから、うん、Facebook でフルネームで名前調べたら、もう2016年結婚しましたって言って。ん、あ、結婚してないと思ってエッチしたの、最初。好きすぎるんじゃないですね。そう、壊れたから好きになっちゃったんだね。あれだよね、ぶち壊れたから。ぶち壊れたから。やったら好きになっちゃったから。それが一人目です。石川県から行って第1号。あ、そうそう。じゃあ第2号いきます。悪いよ。第2号はクラブ。もうそっから全部クラブかもしれない。クラブも大体もう20代前半の人が多かったから。あ、それも若い子。でもそれってこういう系だ。あーですね、もうまさに。でも、もう飽きたんで、若い子はもうお手頃なおじさまがいいです、私は。あー、そうね、なるほど。熟した感じの方がいい。好きよ。僕、全然カメラ回ってないと思う。全然測れない。これ拾ってる。おいくつですか、ちなみに。僕、43歳。あ、いいね。全然喋るの苦手です。おままこちゃんある、逆にそういうさ、あ、ちょっと、まあ、どうだよ、こうだよって。父も割と結構、年は精神年齢だとやっぱり自分より上の方が好きですね。精神年齢とかいろいろ。精神年齢が分かんない。俺逆に思うよ、その俺はどちらかというと子供っぽいところがとか、俺母性に行かれるタイプ。あー、でもどう、だからその女のそのなんか男の優しさって、どその俺らが思ってる男の優しさってさ、守ってくれるとか、なんか絡まれたら助けてあげるとか。なんか例えば、この間本当に友達ですよ、本当にガチの友達なんですけど、ちょっとキュンキュンしたのは、なんかこうみんなでちょっと公園で遊んでたんですけど、この年齢で。この年齢で公園で遊んでるのおかしいんですけど。夜の公園の公衆便じゃなくて、ダオ的、ダオ的、ダオ的、それピー入るぞってダオ的。ヒールだったんですよ。でヒールだったから、なんかちょっとこう坂みたいなこうところがあって、うん、そこ降りるときにこうすごい高校からの同級生なんですけど、その男の子です。うん、同級生です。うん、その子がなんかちょっとなんかこうめっちゃオラオラなんですよ、いつも普段。うちのことなんか死ねお前みたいな、殺すぞっていつも言ってくるんですけど、なんかちょっとこう手フィッてやってくれて、あ、ほんとなんてちょっとキュンってした。あ、おい殺すわ、すごい、殺すわ、おい殺すわ。1年半で7人、まあ大体7、8人。じゃあさ、おまもこちゃん何年、そのまあ2年で2年で過去2年で過去2年で何人エッチしたの。
じゃあそれで一人目からちょっとどんな人が聞きたい。聞きたいですね。じゃあバージョン。でも今月はゼロ。うん。今月はゼロ。いやいや2年、過去2年は過去2年。過去2年。え、次の2年では一人いると思う。過去2年。過去2年ですよ。過去2年。お前っちゃ俺10年間みたいな期待してるじゃないですか。次の2年ではいる。あ、そういうこと。過去2年ではもうゼロ。過去2年でゼロではないかもしれないけど。まあ、思い出に残る人は何人かいるかもしれない。でも、こういうのもあるよ。でも、マジでいいな。でもさ、急にモデルしだした、モデルしだした。ずっとモデルです。まあでも、やっぱあれですか、その一人っていうのは、まあ、その好きな人がおるんじゃないですか。お前、期待してるけど、またドッキリハマるぞ。はい、いやいやいや、全然、僕、全然期待してないですよ。おかもこちゃんがちょっと最後、濁したな。やったー、ずっと濁してますよ。濁してるよ。めちゃくちゃ濁してますね。いや、新しい人募集中だよ。約2年間、あんまりなかったの、そういうの。お願いだから来て。おかもこ待ってる。おかもこ待ってる。疲れるの、この子。疲れる。疲れる。募集中だよ。2年間ほとんど何にもなかったの。募集してる。ほとんどでも割と上手だよ。これ社長のせいだ。社長一本入りました。これが入りました。見てなかった。あれ誰が出てきたっけ。割と上手だよ。これパパパしちゃうぞ。それ一番テレトのカメラ越しに。こんな可愛い子たちが、視聴者の皆さん、セックスナイス気ってことがよく分かったと思います。わおチャンネル登録といいね、よろしくお願いします。あ、で、あと一つ、近親同僚建設業専門家、はい、で検索したら、あの本当にね、もうたった1ヶ月で百何十社って今登録してくれてるんで、ぜひ、求人したい子、俺らも同じ建設業、足場の世界、はい、でも、まあ、先輩どの頃でつまんない会社ので働いている人もおると思うんですけど、今は面白い会社もあって、つまんない会社もあると思うんで、ぜひまた面白い会社を見つけるために、本当に結構、求人道場 の募集してる人たち、足場結構出してるな。出してますね、足場。で、塗装とか、電気屋さんとか、いろんな職種だし、見えてるんで、はい、見に行ったらね、結構写真見たら、面白そうな、この会社って思うと結構いっぱい出てるんで、ぜひ見に行ってください。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあいいねとコメント絶対入れてくださいね。普通にコメント、この2人のコメント入れてほしいね。はい、マジでこの2人に入れてほしいです。めっちゃ対して、はい、あ、どっちが可愛いとか、はい、それはちょっと、ここが大きいとか、はい、それは見るじゃん。どっちがおっぱい大きいって言っても 100% まあそんなコメントでも嬉しいんで、ぜひコメント入れてください。はい、リスリはやめてください。リスは全部僕らは削除するんで。リスは全部、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。バイバイ。Yeah.